さて、AI が得ないことになっているっていう話、えー、続きですで、まあ、前も申しました、今、最近で大きなニュースが、ジェミニプロ1.5と、うんうん、ソラの話で、まあ、ソラの話は既にやったんで、えー、ジェミニプロ1.5の話をしますが、あれ、いろんなことができるんだけど、画像生成ができるわけですよね。はははい、はい、とこの画像生成がね、最近ね、あの、あの、Google がね、中止にしたよ。 そういうのはね、不適切な絵が出てくるんだけどね。この不適切というのがね、逆の意味で不適切な絵、ね、<ー>普通ね、うん、不適切というと、まあ、例えばね、ヌードが出てくるとか、ね、えー、あるいは、まあバイオレントが出てくるとかいうことでしょ。それとは逆なの。つまりね、どんなことかって言ったら、例えば、ポップ、ポップって法をね。うん 法王の絵を描いてくれって言ったらね、黒人のほが出てくるんや。ああ<ー>。から、んこんなんがあってね、スウェーデンの王室の人々のねあのえ、あの、昔のスウェーデンの王室の人々の顔を出してくれって言ったらね、そのスウェーデンの王妃とか王女、あの王がね、黒人だったり中国人だったりするの。ああ<ー>。からね、バイキングの絵を出してくれって言ったら、このバイキングは黒人なんやああ<ー>。で、 つまり、どういうことかって言ったらね、白人を出さないのよ。ああ<ー>。これ逆。ね。普通ね、人種差別っていうのはね、つまり、白人が優遇されてるっていうことでしょええー。まあ、これは、あの英語では、コーカジアンってよね。コーカジアンって、コーカス、ーコーカ、コーカサス人か。あ<ー>まあ、あの辺がオリジンだと思われてるから、まあ、コーカジアンっていうね。ね。で、コーカジアンが得してるんだけど、今はね、逆に、コーカジアンを出さないと。だからね、 例えばね、黒人のファミリーの絵を出してくれって言ったら、はいって言って出してくるああ、はあで。白人のファミリーの絵を出してくれって言ったら、それはできませんって言ってくる。えー、で、それに対してですね、白人側からの反撃が。こ <laughs> 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 れは逆差別じゃないかって、えー <laughs>。例えばデイビッド・シャピロなんかがね、言ってんだけど、 ね、それはレイシズム、いわゆる、ね、人種差別に反対すると。ね、でも、ね、こういうのを書いてくれって言ったときにね,ね、例えばポープの絵を描いてくれ、ね、法王の絵を描いてくれって言ったときに、法王って大体今、基本的に今まで国家人、白人じゃないですか。ところがその、ね、プロンプトを書、ね、き換えるん。 黒人の方を書いてくれというふうに書きたい。これは行き過ぎでしょうって。うん、というふうに、そ,うそ,うそのね中世ヨーロッパの、ね、貴族の風景とか言ったときに、黒人は,は入ってるのあれですよね。かな、うん、入っな歴史的なこの背景とか事実とかそういうものを踏まえて。うん 書いてくれないということなんでしょうそうそうそう。そこをねじ曲げる。そうそう。だから、ポリティカルコレクトネスに気を使いすぎて逆方向へ触れすぎちゃったっていうことですね。なるほど。でね、またこういうふうまあこれはブログに書いてあったように、それを誰が決めたかっていうこと。ね。それはね、例えばグーグルとかィープマインドね全体で決定したわけじゃなくて、その中の一部の人間が決めてるわけじゃないですか。あははは。多分ディープマインドのね、 ポリティカルコレクトな人が、ね、<う>あの、決めてると。うん、だからまあ逆の意味でね、少数の人間がね、まあこの世の中の数勢を決めてるっていう、それがいい方向か悪い方向かは別にしてね、というまあ大きな問題が発生してると。いっ<う>一旦やめたということなんですね、うん。だから今そんなんばっかり出るから、うん、で、うん、反発が激しいから、 止めて、またそうですね。えっと、画像生成の部分を止めたという感じですね。<laughs> そ,うそ,うそ,うそうそうそう。うん文章も大丈夫なんですね。えー、今、まだ、うん、止めるほどじゃない。多分ね。でもね、このところ、文章もね、あこれ前も申しましたけど、あの、アンスロピックなんかやけど、ちょっとね、エッチなこととか、ちょっとバイオリンのようなことを書こうとするとね、できません、うん、言うてくるよ。ちゃんあ。 なんかわ笑えない笑い話みたいな感じです、ねうん、<laughs> なんかでもそれ今の時代を表してる感じしますよね、うん、いや今の時代だけどね特にね、うん、欧米のというべきだってね、はい、日本とかいやそれは人種差別はよくないけどさ日本ってとかまあ多分想像だけど中国とか韓国とかそんなにその,あのセンシティブじゃないじゃないですかそれはねアメリカって国がね で白人がおり、黒人がおり、インディアンがおり、ヒスパニックがおりと。で、かつ白人がですね、インディアンをね、極端に言ったら殺しまくってきた歴史があるわけじゃないですか。うんうん まあ、人種に関しては確かに日本はね、あんまりそういうあの歴史的なあれがないんですけど、でもなんか今世の中コンプライアンスコンプライアンスって言って、もういろんなガチガチにいろんなこと言われますよ。うん、その仕事をしてても。そう,そうそうそう。国のムードとしてね、なんかテレビ番組でちょっと不適切なことやると、みんなで寄ってたかってばーっとつけますみたいな。いい何も言えなくなってきますもんね。はい、そうそうそう,そう,そう,そうで。それに対して今こう、不満を持ってる人は、 結構いるんじゃないかなって思うんですね。うん、あ,のあのドラマ知ってますあの不適切にも程がある。そう、今も、はい、それを思い出してましたえ。今流行ってるんですか、うん、今流行ってるんですよ。かなり話題になってる、ね。そうそうあの、1986年から今現代にタイムスリップするってした主人公っていうのが、1986年だからもう全然コンプライアンスとかない時代の、ねうん、人がここに今に来たら、 まあ、不適切なことばっかり言うわけですよ。うん、これいいじゃんと思って普通に言ってたら、それ全部 NG だったみたいな。そうまあ、そそれでいろんな騒動が巻き起こるみたいな話なんです。結構でも、すごく僕らの世代とか人気があって、今、まさに言いたいこと言ってくれてるっていうふうに感じてる人現行のドラマなんですかそれは。何、何稿の現行の、今。現行のドラマです。はい。今、金曜日夜10時。ああ、そう。そうです。やってましたね。ぜひ。 あと、まあ、4回目までやってますね。えー、そうですあのね、<laughs> 私がニュースで見たのは、その今回の中心になったみたいな話で、なんか歴史的な人物の、この絵を描くと下手だというような話、見たんですけども、それ同じ話なんでしょうかね、もしかしたら。うん、いや下手じゃなくて、<ー>それが、あの、さっき言った黒人になってしまうか、うん、そうなんですかね。じゃあ同じ話なんでしょうかね。 過度のヒューマンフィードバックまあ、もうしかそう今後どうなっていくんでしょうね。ちょっと一時的なものなのか。いや、今後はやっぱりこう,こうなってね、どっかに最終的に落ち着く落ち着くんだと思いますけどね。うん、減衰振動みたいな、こっちっなっちゃった。Google のサービスに関しては、まあ、もうちょっと適度なところに落ち着いてまた出てくるんでしょうかね。 それは画像先生やっぱりやらんといかんやろうから。ええええ、でもこれね、前も僕やってみて、あのえっと、チャット GPT であれ絵描かせるじゃないか。ええ、ダリスリカ。ええ、あれもね、ヴィーナスの出そうとしたらなかなかね、出なかったっていうことがあるわけで。あそういうポリティカルな感じの配慮によってということですかね。そうですか。 各社そうなんですね。そうですよね。ちょっとかなり、えー、気をつけてると。うん。で、気つけすぎてるわけよ。利者側から見たときにはかなり不自由だという感じ。ダビ、うんうん、スリーとか、あのセーラー服を着たおじさん帰ってくれないですからね <laughs>。俺はいかがらしいもんかって。はい。 <laughs> さあ、この話はこんな感はい。